こんにちは。速稼塾の久保です。今回ですね、ポイントサイトのモッピーについてちょっとね、改めてお話ししようかと思います。このモッピーっていうポイントサイトは、私が1年前に皆様に紹介して、毎日ね、モッピーで一つ一つ案件こなしながら、まあ2ヶ月でね、30万でしたっけね、売り上げを立てたというのをお見せしたと思います。この30万、実際に入金されて、まあ、美味しい美味しいという目にあったわけなんですけどね。ポイントサイトのモッピーについてご存じない方のためにお話ししますけども、ポイントサイトなんで、このサイトに入って、もしくはね、アプリに入って、まあ、これをやったら何ポイントあげますよ、みたいなのがあるんですよ。で、それを自分で、あ、これ簡単だなと思うことを順番にこなしていってですね、ポイントを貯めると。1ポイントは1円になります。例えばね、Unext っていうインターネットのテレビ放送があると思いますけども、そちらの方に登録すると、まあ当然ですけども、料金がかかりますよね。まあ映像を見れるわけですから。まあそういったものに登録した時には、1ヶ月目は大抵無料になってるんですよ。でね、ポイントサイトのモッピーっていうのを使うと、その1ヶ月目の無料、これを利用すると、なんと、1600ポイント、1600円もらえるんですよ。これすごくないですか？何がすごいかっていうと、Unext に自分で、ログインして登録すると無料期間31日がつくだけなんですよ。でも、ポイントサイトを経由してモッピーから申し込むと1ヶ月無料に加えて1600円もらえるんですよね。で、こういったものがポイントサイトのモッピーにはわんさかあるわけなんですよ。ちょっと画面を切り替えてご覧いただきたいと思います。こちらの方をどうぞ。はい。これモッピーをね、検索してトップページを見たところなんですけども、簡単登録1分、今すぐ無料会員登録って書いてるでしょ？まあこれもいいんですけども、こう見てください。貯めたポイントを使って無料で旅行に行くのも夢じゃない。ポイントサイトモッピーでマイルを貯めようってありますけども、結局このポイントサイト、完全無料で使えるんですよ。完全無料で使えるのに、先ほどみたいに1600ポイントとか、中には1万ポイントとかね、5万ポイントとか、こういうのをザクザク貯めることができるんですよね。まあそうすると、10万とか20万とかってすぐ溜まっちゃうんですよね。まあすぐと言ったら語弊があります。これ個人差がありますんで。週に1回しかやらない人もいれば、毎日どこまでもどこまでもポイントを追い続けてやる人もいるんで、これね、個人差ができます。まあでも、元手が全くなくて、1円も使いたくなくって、隙間時間を毎日5分10分ちょこちょこ使いながら、いつの間にか10万溜まっていた、20万溜まっていたっていうのを目指す方には最適ですよ。下の方ずらしてみましょうか。はい。モッピーがマイラーに人気の理由。ね。マイルを探す人にとっては、こういう理由があります。高額ポイントの広告を多数掲載。随時ボーナスキャンペーンを実施。まあ、その他ありますよね。モッピーって何？とも書いてます。これね、後で読んでいただければと思います。まずはモッピーに登録してください。下の方にね、登録の紹介コードがございますので、こちらの方からクリックして、動画概要欄からモッピーのポイントサイトを登録お願いします。で、モッピーに登録したら、スマホアプリもありますので、スマホでもアプリをね、インストールしていただいて、そこにパソコンと同じ、ログイン名でログインすると同期がされますんで、とっても便利です。右下にあります。1日の中で5分ほどの隙間時間がある方なら最適でございます。ポイントの交換先は30種類以上ということで、溜まったポイントは、こういったところでね、電子マネーにしたり、現金化したりするわけなんですね。私は、ペイペイにするのがおすすめですけどね。まだまだ説明したいことはありますけども、これでユーザーの声もありますね。うん。私もユーザーの声を、ちょっとね、お話しましょうか。じゃあ切り替えて私のアカウントにします。はい。トップページありますね。不動産投資の話を聞くだけで、面談完了ですよ。書いてますね。不動産の会社の面談をするだけですよ。不動産会社が、こんな不動産があるんですけども、買ってみませんか？どうですか？っていう風な勧誘です。この勧誘の面談を受けるだけで5万円もらえるんです。もちろんね、契約しなければならないってことはありません。ただやっぱり向こうも商売ですんで、しっかり一生懸命進めていきます。まあ、ある意味ね、心を鬼にして、とてもいい話だと思うんですけども、ちょっと今のところは、お話聞いたところ、私の考えと違いますね、みたいな感じでお断りしていただければと思います。もちろんね、あ、これいいなと思ったら契約してくださいね。
向こうも商売で遊びでやってるわけじゃないですから。ということでね、ポイントを狙いに行く。その中で、実際に話聞いたら、この不動産いいなってことに気づく方がいるんで、商売が成り立ちます。だって、不動産投資の面談なんてなかなか行かないじゃないですか。だから、面談来てくれたら、ポイントあげますよっていうふうな呼び水でね、人を集めて、その中から何人かが契約するって形で取るんですよ。はい。じゃあこれ後でにしましょうか。はい。右上、速稼塾927ポイントって書いてますけども、当然ですけども、もう私もこれで1年前に終わってしまってですね、もう今はあんまりやってないんですよ。で、今回は、これから始めたい方のために、この動画撮ってますんで、速稼塾さん927、大したことねえなって言わないでくださいね。ちゃんと私やりましたんで、去年ね。毎日動画あげましたんで。はい。で、上の方にも、2万ポイントってありますよね。これはね、FX の口座開設と取引をちょっとすると、2万ポイントあげますよってことなんですよ。だから、FX の口座開設をして、形だけ取引をね、何回かして、で、まあ、何千とか、まあ、損失が出るか、得が出るか分かりませんけども、そういった形で2万円をいただくと、2万円丸々ではないんですけども、まあ、ほぼ2万円がゲットできるということになりますよね。で、下の方に行ってみましょうか。こういうのがね、山ほどあるんですよ。ソフトバンク光に、この光回線を契約すると、まあ今ね、皆さん何をお使いかわかりませんけども、au からソフトバンク光に乗り換えると3万6000円あげますよっていうキャッシュバックがあるとかね。まだ他にもね、言えばキリがないんですよ。グリエネってありますよね。これね、太陽光発電の見積もりなんですよ。これをね、自宅がある方は、自宅の屋根の方に太陽光したいんだけどなってことで、見積もりに来ていただくんですよね。契約する必要はありません。それはもう、任せます。契約するかどうか。で、見積もりをした段階で、1万ポイント入りますね。で、こういったのを、たくさんやれば、ね、10万とか20万とかすぐ貯まりそうでしょ？で、すぐ貯まるんですよ。あ、ここにもありますね。コーヒーマシンが実質無料で手に入る。1万4000ポイント。家庭でコーヒー飲むバリスタってのがあるじゃないですか。あれ、ドンキホーテで売ってるやつ。あれをね、ここを通じて頼むと1万4000ポイントもらえるってやつだと思いますね。で、お家で脱毛っていうね。まあ、脱毛の何かをすると1万6000ポイントもらえるってことですよね。まだまだありますよ。もうね、言えばキリがないです。詳しくは、クリックして内容を見ていただければと思います。例えばこれ。これね、クリックしてみますよ、これ。これクリックする。なんだろう。残り3日って書いてますね。楽天銀行スーパーローン。あ、これは、ローンカードですね、おそらくね。キャッシングのカード。このカードを作ると、50万円まで借りれますよ、みたいなね。利息は高いけど、みたいなやつですよね。で、これは、このカード、楽天銀行のスーパーローンカードを作ると、5000ポイントあげますよってやつですよね。で、これなんでこんなことするかっていうと、楽天銀行スーパーローンのローンカードを契約すると、そこから結局、高い金利でお金を借りる人が一定数出るから、カードを作ってもらうことに対して、5000ポイント払ってもいいですよってことなんですよね。まあ、いろいろあるでしょう。で、こっちのね、左側の方に、そうですね、クレジットカードキャッシングってあります。クレジットカードってあります。これをクリックしますね。はい。クレジットカードを作るだけで、クレジットカードって基本無料で作れるじゃないですか。無料で作れるんで、審判会社に直接申し込むと、ただカードが作れるだけなんですけども、このモッピーを通じてカードを作るとね、8000、6000、6500円、4500円、3500円、25000円、5000、4000、6500、23500、これおすすめです。5000、3000、1800、2500、5000、3000。まだありますよ。いっぱいありますね。まだあります。いくら儲かるんやって話ですね。クレジットカード作るだけで、まあ、1000円っていうところもありますけどね。こんなにいっぱい、お金がプレゼントされます。注意点があります。カードをいっぱい作ると、この人カード作るばっかりでカード使ってくれないじゃんって形で審判会社に嫌われてカードブラックになります。申し込みブラック。申し込みブラックになると半年間カードは作れません。半年間ね。注意点があります。カードを作った際、1年目は会員手数料が無料のところが多いですけども、2年目から会費がかかりますみたいなところがあります。アメックスカードなんてのはね、年会費が2万とかかかりますから、得したと思ってね、放置して、カードそのまま使わずに置いとくと、次の年に、年会費くださいっていうふうに、
あれですよね、請求が来ますんでね。そういうところ気をつけてくださいね。ちゃんとカードなり、他の案件なり申し込むときは、申し込み規約など、そういった条件の方もちゃんと見てください。例えばね、どこがいいですかね。まあ、カードにしましょうか。この、2000、なんか、どっか、金額の大きいとこないかな。5500円欲しいなと思って、OP クレジットカード、JAL カードを作るとするでしょ。ほら。そしたら、ここに、ポイント獲得条件ってありますから、これをよく読んだ上で、赤いところもよく読んだ上で、ポイントゲット。これはね、クリックしてください。クリックすると、これ5500ポイントもらえるんですけども、クリックすると、公式サイトの方に行きます。ね。だから、ポイントサイトのモッピーを知らない方はいきなりここに行くんですよ。だから何ももらえません。今この動画を見ている皆さんは、ポイントサイトモッピーを経由して JAL カードを作ったら得だよってことをね、知ってますから、カードが作れた上に、この、カードの会社の、なんか、特典があるでしょ ?2500 マイルプレゼントとか。これももらいながら、これももらいながら、モッピーからも5500ポイント入るってことですから、ダブルでお得でしょ。だから、使わない手ないじゃないですか。はい、というところでね、ポイントサイトをモッピーってところを経由して、いろんなサービス、カードの申し込みもそうですし、FX の口座開設、その他もろもろ買い物もそうですよ。いろんなことをすると、そのたんびに、バックがいただけて、どん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 、ポイントが貯まって、ポイントは1ポイント1円で、現金化もできます。商品券にもなります。PayPayにも変わります。いいでしょ?だから元でゼロで、こうやってお金を稼ぐことができる、そんな時代なんですよね。はい。それでですね、ここだけにとどまらないです。こんな素晴らしい情報を自分だけで知っておくのはもったいない。もちろん自分だけでコツ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 ポイント貯めてもいいんですけども、誰かに教えてあげるっていうね、そういうことをやってほしいと思います。以前みんなの銀行っていうのをね、紹介しましたけども、みんなの銀行も広めることによって自分自身がもっと儲かるっていうのね、第二段階に入るんですよ。モッピーもそうなんですよ。広めることによって、お得が結局自分に返ってくる。要するに、すごい情報知ってるね。丁寧に教えてくれてありがとう。こういう場合はどうすればいいんですかっていうふうに、おのずと人がいろんな形で質問をしたりね、お尋ねをしてくれるようになるんですよ。それが信頼関係構築なんですよね。向こうから集まってきてくれる形はこうやって作るんですよ。お得な情報を投げれば投げるほど、じゃあもっと他にないんですかとか、やってみたんだけどこんなことがありました。これどうすればいいんですか。いろんな質問来ますね。それに対して答えることがコンサルの始まりです。その向こうに、じゃあそろそろもっと儲かるビジネスをやっていきましょうかっていう話ができるんですよね。まず第一段階は、損して得取れではないんですけども、得させて得を取れっていうね、新しい段階に入ると思います。はい、じゃあ今回は以上にしましょうか。10分ほど喋っちゃいましたけどもね、ぜひポイントサイトモッピー、下のね、URL から申し込んでみてください。モッピーライフ、楽しいですよ。それでは、いってらっしゃい。